癒される。透明のベールをかけてくれるような DIYOK なスキンケアがもうちょっと早くから使えばよかった。秋も大活躍してくれそうな予感で、皆さんこんにちは、あかねです。今回は久しぶりにお出かけ準備をしていこうと思います。まず今日はハクスビーを使おうと思ってて、韓国のブランドなんですけど、天然由来のサボテンエキスを使ってもので、美白とか高保湿とかあるんですけど、今回はね水分塗料のお三方を使っていきます。 90% 天然由来と言われているサボテンエキスの弱酸性トナーをコットンパックしていきます。四隅までしっかり染み込ませてのせていきます。10分くらいやろうかな。お肌をしっとりと明るく整え、肌のバランスを守ってくれる弱酸性トナー、低刺激テスト完了、すべての肌タイプに使用可能らしいです。めちゃくちゃいい香りがして、サボテンの香りなのかな、香料は入ってないだろうから天然の香りでこんないい匂いするのかしら。あ、香料入ってたわでもいい香りだから癒されます。最近韓国のスキンケアも日本語でちゃんとね分かりやすいところに成分表記を書いてあったりするのでありがたいですね。ではちょっと待っていきます。このトナーはミストの空き瓶とかに入れて、その中に手持ちのオイルとか入れてミストオイルとして使うこともできるらしいです。結構最近そういう DIYOK なスキンケアが増えてきてるなって思いました。ということで、剥がす前にちょっとねトントントンってやるといいらしいので、顔全体にこんな感じでプッシュしていきます。コットンパックしないときは拭き取り化粧水みたいな感じで使ってもいいって書いてあるんですけど、あんまりね擦りたくないので今日はこのまま剥がしちゃおうと思います。そしてトナーです。これかなり量がたくさん入ってるので、それだけでテンション上がりますなんかねこのスポイトの部分が短いので使いやすい気がします。なんか長いと思わぬ方向に美容液が垂れちゃったりして、これはなんかね使いやすいです。砂漠みたいな暑い夏でもサボテンシードオイルエッセンスとクリームがあればたっぷりの水分で大丈夫って書いてあります。エアコンの乾燥からも守ってくれるみたいです。もうちょっと早くから使えばよかった。もう秋になってきちゃって、これもねトナーと同じいい香りがします。ローズかな、そんな感じの香りがします。癒される。俺のルームフレグランス欲しい。クリームはすごいねジェルみたいな質感なんですよ。今の季節に良きですね。真夏にもいいですねこれは。最近ワインの教室に通い始めて、まあ当たり前なんですけど大人が多くて、大人になってからあんまりそういう仕事以外とかで出会いってなかなかできないと思うんですけど、なんかねそのクラスのみんなとオンライン飲み会したりして、そんなことをね楽しんでおります。最近は本当はねお店にみんなで行けたらいいんですけどね。潤いました。今日はなんかあんまり肌にいろいろ塗りたくない気分なので簡単に終わらせようと思います。フェイスメイクはブリーブリーのグラシアルウォーターサンクッションで UV 対策をしていきます。これ本当にね肌のねクーリング効果があってすごいいいんですよね。私みたいな汗っかきにはねもう秋も大活躍してくれそうな予感です。でもねもうちょっとトーンアップして欲しかったなっていうのは正直あるんですけど、でもそういうもう余計な機能がついていないところがサンクッションの魅力なんでしょうねきっと。だってこれでトーンアップとかカバー力とかついちゃったらもうそれクッションファンデじゃんってなるから、ほんのりねなんかツヤが出るような感じはあるんですけど、トーンアップクリームほどトーンアップもせず透明のベールをかけてくれるような、ほんのり加工してくれるような感じかな素肌を。でコンシーラーで気になるところだけカバーしていきます。今年結構外で運動したりしているからなのか、以前韓国で撮ったほくろたちがまた出てき始めてて本当にストレスなんですけど、ここもね撮ったのに出てきてるし、今髪の毛に隠れて見えないんですけど、ここにも撮ったほくろがあってこれも見えてきてるし、ほくろの生命力すごすぎる
またね、コロナが落ち着いて韓国に行けるようになったら撮りたいと思います。私はね、いつもアビジューっていうところに行ってて、そこは同じ場所にまたほくろができたら無料で撮ってくれるんですよ。多分日本で撮ると1個5000円ぐらいかかるから、3カ所撮るんだったらもう1万5000円でもう韓国行けるじゃんみたいになっちゃうから、ちょっとね、しばらくの間は化粧でごまかしつつ韓国に行って黒を撮りたいと思います。で、ちょっとこれだけだと手刈りがすごいので、いつものイニスフリーのノーセバムパウダーを塗っていきます。眉毛はシュウウェムラでささっと描いていきましょう。いつもなら眉マスカラを塗るんですが、今日はちょっとね、ナチュラルな眉毛でいこうと思います。そしてデイジークのアイシャドウパレットでアイメイクしていこうと思います。もうめちゃめちゃ可愛いんですよ、この曖昧な色の皆さん。私が崇拝している石井美穂さんがインスタにアップされていて速攻真似しましたえ、色どうしよう、超迷う。ベースの色はこれにして、これとこれでグラデーションを作ろうかな。なんかブラシ選びって地味に難しくないですか、アイシャドウの。これは大きいわ、やっぱピカソのブラシにしよう。真ん中の色を乗せて、あ、もうほんと曖昧すぎて伝わるかな、ほんのちょっとでも。この色の可愛さ、可愛い、この曖昧な色。最後にブレンディングしてラメを塗ろう。おー可愛い、ラメ細か、超可愛い、超可愛い。これはすごい、このラメ超可愛い。なんかラメなんだけどすごく細かいので上品です。おっとな、アイライン引かなくてもいいかも。アイシャドウの曖昧なこの儚い色を生かすために何も引かないパターンにしましょう。まつげはブリーブリーでアイラインを引かない分ね、しっかりクリーンとさせます。コームでしっかり溶かして、リップはパープリッシュの4番を全体に塗って、で中央にホリカホリカの3番を塗ってグラデーションにしたいと思います。髪の毛は外側に巻いていきます。ちょっとこのモニターを見ながら巻いていこうかな。このコテはね、かなり長く使ってるんですけど、なんか髪の毛があまり傷まないらしくてずっと使ってます。あともうちょっと髪が伸びたら、韓国の女の子たちが使ってるぶっといコテもね、使いたいんですけどね。もうちょっと伸びるまで待ちですね。なんか私、髪の毛ある時急に伸びたと思いませんかなんか確かね、コメントでもね、いただいたと思うんですけど、急に伸びましたねって言われた動画の一つ前の動画を見たら、確かにすごい急に伸びてて、我ながら不思議。もうちょっと伸ばしたいなって思ってます。ちょっと10センチくらい。髪の毛も終わって着替えてきました。今日はアイメイクがちょっとね、曖昧なアイシャドウでふんわり系だったので、お洋服はちょっと茶色で締まる感じにしてみました。これはね、 GU のね、購入品で紹介したハートになってるサマーニットですね。袖もね、ここまであるので、最近ね、夜も涼しくなってきたと思うんですけど、今の時期にもめっちゃいいです。そんな感じでマスクをしてお出かけしていきたいと思います。この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。インスタの方にもスキンケアとコスメのレビューをアップしているので、よかったら見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。